Reality Idol cover girl beginning in 2025. Bye.
んばんは、私たち、せーの、ロックバーガーズです。よろしくお願いします。皆さんから自己紹介します。はい、水色担当最年長、オレオこと石田亮です。よろしくお願いします。お願いします。はい、赤色担当のミリカです。よろしくお願いします。はい、リーダーのマイマイです。よろしくお願いします。はい、青担当のナッチことヨガマジです。よろしくお願いします。はい、赤担当カミキことカミキミヤです。よろしくお願いします。リアちゃん。Thank you.
ゃん、別に分かりました。今日はなんか曲がね、そうだよね、そうだよね、もうね早いユリアがね、セントンドシって感じやばい、モックみたい、完全モックだったよね。でもそうは言いつつだもんね。そう、そうだよ、そうだよ、今日の天気が光にとって最後じゃないですか。そうだよ、そうだよ、ね、そうなの。なんかツインボックス前がクレストだったじゃないですか。結構ツインボックスが期間短いけどね、ちょっとだけ短かったね。なんか思い出ありますか？思い出というか、今さっきなんだけど愛してる大作戦だっけ。あ、そうで、2番の最初のジャンプっていつもひいちゃんさんなの。ぽっちゃり幼馴染っていう歌詞なんだけど、一応歌詞に沿ってるんだ。そうそう、一応歌詞に沿ってたんだけど今日いなかったから、あの唐突に走って入ってしまった。自分のメンバー、メンバーあれ真ん中だもん、最後だもん。ミリカが入って、でもこんなのだったら一番そうで、そう言わない、そう言わないの。全然違和感なかったです。うるさいな、うるさいな。いやいやいや、言いたいことはみんな一緒だろ。石田さん、なんかちょっと静かにしてたんだけど、すごい視線感じたけど静かにしてる。なんかさ、足太った？太ってない、太ってない、マジで太ってない、食ってんのそれで。違うよ、うるさいな。今は私の話じゃないでしょ。いや、ゆかさん卒業しちゃったら断トツに石田出てくるじゃん。ストレート、言葉がストレート発覚してきたのに、言ってなかったんだけど、どうすんの。そんなことないって思って。はい、この釘どうしてどうすんだよ。ゆりやさん、どうですか。はい、次ボックス思い出。あーっと、ゆりやは最初の初期のあれ追放で、追放で、なんだっけ、投票1位だったんですよ。ありがとう。始まったことはさ、なんか今日の MVP 投票っていうのがあったね。その日一番くべってた子を帰り投票してたんだけど、懐かしいね。一位だった。そうなの、ありえないよね。そんなことはね、輝いてたっけ、輝いてた。あ、本当に誰誰も言った言ってないだろ。あ、これ私が思った作りは今日も輝けるようにね。あ、ね、そういうことをさ言うと緊張しちゃう。なんか今日こそ輝く日でしょ。今日輝くないでさ、逆なこと言ってもらえれば頑張れる。じゃあ皆さん、あんまプレッシャーかけないように。まあ頑張らなくていいよってなったね、そんな時もね。ね、でもだってツインボックスはさ、5人になってそうやった、もうやってたもんね。広かった、ね、あの時でどう、広かったの、広かった、広かったよ、広かったよね。なんかね、ちょうどよかった。おい、5人と横に並んでもきつくないっていう。でもここね、入れ爪の端っことかだと手ガーンと当たっちゃったりする。ガンと当たったことがあるからね。そうね、9人で立つとね、そうちょうど当たるんだよね。思いっきりジャンプすると思いっきり頭ぶつけるんですよ。これ、いや、一度経験しちゃう。気をつけなきゃいけないよね。でもなんかね、振り返るといろいろあるね、本当ね。結構わかんない。でもだいぶ慣れてきたよね、9人でここに立つってことにさ。ね、でも最後はね、ピリカ笑うとこじゃないから。そう、今に怖い怖い怖い、しみてほしかったんだけど。でもまだね、後半戦が全然ありそう。そうなんだよね、まだあるから。楽しんで、はい、最後までね、はい、みんなの声を聞かせてください。はい、なんか痛くなってきて急に緊張多分。じゃあ次の曲やろうか。早めにやろう。次の曲やっとけば大丈夫、回るから。はい、それでは次の曲どうぞ。いつか君に届くといいな、この想い。
させて。ということで、ここで本編が。そうだ、そうですね。はい、本編が終了となりました。はい、はい、ここまでね、やってきた。あれだね、切ない曲多かったね。ちょっとあれだね、どうしていいかわかんないよ。でもユリアっぽい世界じゃないですよね。そうだね、ユリアばっかだね、これ好きな曲。ユリアセレクト。そう、セレクトはしてないけど、ユリアが好きな曲が多い。さっき散々文句言ってたので、ね、確かに違うのやってて、あ、これ全部ユリアの好きな曲じゃん。あ、本番中に気づいた。さすがです。そんな感じです。じゃあね、この後ユリアちゃん準備があるんですね。そうだね、お着替えがあったら、はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。春もお借りする。手伝いに新しいね、連れてき方が。ロードアウト連れてくる、ね、すごい連れてき方が、はい、ここでね、はい、ユリアちゃんに繋いでいきたいな。いろいろ話していきました。いやー、本当モクモクしてるね。すごいね。すごいモクモクしてる。なんかさ、さっきから気になってたんだけど、ゆりかさんのピアス、それ何？ピアス？あ、ピアス気になる？お相撲さん、これなんて書いてあるの？大入り。本当だ、大人って言うんだよ、みんなこれ見て。大入り。そっちは？こっちお相撲さん。さっきさ、あの愛してる大作戦でさ、うん、ちょうどあったじゃん。うん、ぴったりだな。ひどいよ。あ、なるほどね。そんなの入れるか。自分イメージでそれにしたの。違うよ。自分のこと分かってるね。違うよ。したらこれはおりょうちゃんにあげなきゃいけなくなる。確かに。あ、すごい、今どけたよ。自分で言わない、自分で言わない。おりょうちゃんに後で言ってあげよう。瞳とかもいいと思う。あ、ほんと。あ、でも開いてないよね、ひーちゃん。そうね、ピアス開いてるメンバーと。あ、そこ開いてない。確かにピアス事情気になる。気になる。そうでもない。何人かうなずいてる。女子はうなずくんだよね。そうね。りょうちゃん確か1個しか開いてなかったから、お相撲さんの方だけあげる。そうね、ミアと夏美は開いてないよね。開けたか。開けた。前が開けてるかも、ね、大学生まで開けちゃった。そう、大学高校卒業して開けたの。縛られまくったらね。そう、その反動でね、反動が穴開けたくなっちゃった。やばいよそれ。やばいね。髪染めるの聞きやさっき。そうそう、なんかみんなもなかった。あったでしょ絶対。高校が厳しくてみたいな。そう、あるよね。卒業したら染めちゃったみたいな、ね、みんなあるよね。あるでしょ。中学生から荒れてた人いないの？中世が荒れてた人。はーい。いない。絶対嘘だよ。ちょっと荒れてそうだね。でも最近だよね、染めたの。そうすごい。ミリカ最後落ち着いたね、髪。あ、そう。ずっとミヤも落ち着いたね。あ、確かにミヤ黒くの今日染めた。今日染めたの？気づいた、みんな。ミヤちゃん今日染めたんだよ。可愛いよね。拍手。よかったね。ミリカが髪染めた時は今回一回もなかった。なかった。って言われたんでしょ。めっちゃ大変。ミリカは何色でもいいんだもんね。そう、何色が今までで一番良かったとかある？卒業式までにいけるかも。今まで紫、ピンク、黒。男の人は黒髪が好きだね。やっぱ黒髪セッシブの告白に黒か。落ち込んじゃった。落ち込んじゃった。最後さ、赤にすればいいじゃないですか。赤？確かに。自分のカラーでいいじゃん。すごいよ、口開いてる人がすごい何人かいるから、うーみたいな顔してたよ。面白い。ビジュアル系バンドみたいになりそう。本当だよ。唇も赤くてさ、髪飾りも赤くて、髪も赤くて。ピリカさん、チーク何色？チーク、真っ赤です。ウケねー。ミリカもちょっと準備あるかもしれないから下がってみて。ないない下がんなくていい。めっちゃ面白いね。面白くないから。ミヤちゃんのツボが分かんない。ずっと楽屋から言ってんのこの話。そう、なんかミリカさんが前からなんかリップ何使ってるのって聞いてきて、何色かで、なんか、あ、この人絶対タンプレでくれるなと匂わせてきたんですよ。匂わせてきた。あ、物の何をあげようかなってね。お返し高いもんあげなきゃなと思って。そんなちゃんだからさっき聞いたんです。あ、じゃあチークくれるの？
別に。いや別に。何なのマジで。でも今日楽屋さ、なんかさ、ずっとさ、口紅の話してなかった。してたね。映画の話から口紅の話してた。映画の話めっちゃしてた。そう、映画の話めっちゃしてた。ララランド見た人いないよ。あ、全然いないやん。じゃ聞いていい？前しかいないじゃん。聞いていいよ。デジモン見た人。あ、うぐとうぐと。正直もう。ミリカもミリカも。アサシンクリード見た人。あ、いないいないいない。すごい。なんかないの？なんもない。え、暇暇。暇とか言っちゃう。暇じゃないです。忙しいですよ。ね、その話して、そこは口紅の話になったよね。そう、春休み。口紅。ラッチさん、歯に口紅ついてる。夏美ってさ、夏美ってさ、あの口紅塗るじゃん。とさ、赤くなんじゃん。その口紅が歯についてんの。うらいちゃった、うらいちゃった。うらいちゃった。かわいいね。かわいいね。かわいいね。めっちゃった。ね。ああ。やっちゃった。やっちゃった。まだか、70分。なんか話してほしいことある？あ、ユリアの話する？そうしよう、ね、しようよ、ね、ユリアちゃんね、ユリアちゃんね、うん、何話すかあるか。ユリアちゃんなんか聞きたい話ある？あった、はい。ユリアちゃん今日初めての髪型なんだって。あー、そう。え、気づいた？気づいた人？お、いた。ユリア、ユリアの話してる今。ユリアの話してる。なんかちょっとなんかあるかなって。ゆりあちゃん？そう。ゆりあちゃん最近さ、歌声変わったよね。あー、ゆりあのモノマネよくメンバーですよ。そうそう、裏で、あのベルネスシェーリングのね、めっちゃモノマネするから。おちさみとかあるじゃん。ね、これまいちゃん、まいちゃんできる？まいできるよ。なんてかするっけ？あの人は、なんでけ？あの人は、あ、そうだ、あの人はきらめくジュエリーとかユリアのパートなんだけど、あ、最初エンベロね。そうそう、あの人はきらめくジュエリー。歌下手な人だよ、分かんないから。それ分かんない、ダメだよ。ユリアさん、やる人が間違って。じゃあ夏美、夏美だったらやったことない。じゃあミヤ無理で、歌下手なんだ。自分から言った、自分から言った。え、でもさ、あ、もう OK です。モノマネは終了します。歌い人は順番で自分で聞いてください。すっごい前似てるから、ね、似てないか。似てない、はい、ということで早速、じゃあゆりあちゃん登場して、その前にコールお願いします。ここから生誕祭でーす。イエーイ。というわけで主役のゆりあちゃん、その衣装見たことあるね。久しぶりじゃないですか。これ何の衣装ですか。新チームの衣装です。おー、かわいい。それでは、そのままプレゼントの方に行きたいと思います。じゃあ最初のプレゼントどうぞ。何かな。あー、ケーキだ。写真付きよ。かわいい。もうちょっと前で見えるかな。超かわいい。お、ゆりあちゃんの、ちゃんりあちゃんの写真がありますけど、ありがとう。ここね、ローズを着てダメだから。エアで、エアで歌いましょう。ハッピーバースデーの歌です。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユリア、ハッピーバースデートゥーユー。そして続きまして、こちらじゃん、メッセージカード。おー、かわいい。ありがとうございます。なんか、じゃあちょろっと見てみて。みんなからのメッセージがすごい。自分がいる。ほらね、じゃあ後でね、ゆっくりね。あ、そうだね。じゃあ次やります。もう一つあります。お、あ、もう一ついきます。入場。すごい。嬉しい。ありがとう。おめでとう。
ちゃんとピンク。ありがとう。まだ初めて見た。ね。なんかさ、オレンジ要素一個もなかった気がしたの。まあ私はオレンジが綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃやばい。これゆりあちゃんから一言。はい、あ、そうだね、スピーチってやつね。はい、まず星野の生誕祭にお越しいただきありがとうございます。はい、あと生誕委員の方と、あと引いた推しの方もありがとうございます。あ、そう、今日はいないんだけど、本当はね、本当は今日が引いたのセンター祭だったんだけど、生誕祭だったんだけど、急遽別お仕事が入っちゃって、譲っていただきました。はい、なので本当に動画って出しますか、 YouTube に。出しますか。出すって出すって出す。あ、ヒータありがとう。これを言いたかった。はい、ゆりあは2月の25日に誕生日18歳になったんですけど、まあ18歳になって、まあなんていうの、こう18歳から参加できる選挙権だったり、あと大事だよこれ本当に。そう、18歳になる、そう、選挙権だったりあるから、まあ少しはしっかりしたいなっていうのと、あとまあなんだろうな、10代のうちにもっとやりたいこととかいっぱいあるから、まあこうやり尽くしたいっていうのが、まあ18歳の全体な目標というか、そんな感じです。はい、私はみんな知ってる通り3月12日に卒業しちゃうんだけど、なんていうのかな、本当にこう今まで頑張ってこれたのはカバガニに上がらせてもらったみんなのおかげだし、まあ、そういうのも本当にいろいろこういろいろあったけど、でも本当に後悔全然してないし、むしろ本当に得たものが大きかったので、あとカバガで。カバガで本当に良かったなって思います。本当にユリアこういうこと言うと多分こんな人だから信じないと思うね。伝わらないんですよ、私の言うことは。だと思うんですけど、本当にそうですね、12日は最後なので寂しいんですけど、本当にみんなに来ていただきたいなって思ってるので、よろしくお願いします。はい。最後にみんなでゆりあちゃんにおめでとうって言って終わりにしましょう。はい、じゃあみんな行くよ。ゆりあちゃん、お誕生日おめでとう。どうぞ。緊張するよ、緊張するよ。考えて書いてつまずいて消したら戻り
I'm not afraid to die.
写真が。そう、なんか懐かしい写真があった。あれは今日しか出てないよ。
ユニアがやばいって言ってた。なんか出さないでみたいな感じだったよね。でも超可愛いから買った方がいい。超可愛かった。楽しみにしてみた。はい、ということで以上カバーガールズでした。バイバーイ。バッグ入ったの？今日は星野ゆりやの生誕祭、こちらありがとうございます。まだまだみんな盛り上がれますよね。精神的どうしようは聞いてないよね。今日はユリアンコールでお願いします。はい、反応いける、いける。ユリアン、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 ユリアン。みんな本当にありがとうございます。何ですか、次第曲。パッパハロー、パッパハロー。皆さん、分かってると思うので、みんなで曲入れしましょうか。個人の欲望は抑えてください。流そうか。音が来ないよ。はい、よし。はい、ゆりやん、
はい、はい、さすがだね、みんな。改めてだけど、そう、あのチンチンあれどうしたチンチンきた途中でエリアにチューしたの何かと思ったら姫が出てきたあの、いきなりすぎてしかもしかいいや、めっちゃキレてる人いるけど怒ってんの松川に後で握手で怒ってくる今日だけね。うん、本当にありがとうございます。本当にない予定だったので本当にあのめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。イリアのほっぺ柔らかかった。びっくりした。何が起こったかと思った。発狂してたから。え、見てなかったの？そう、あの結構そうかった。結構そうかった。今。12日の卒業公演が予約がもう結構埋まってるらしくて結構ね埋まってるらしくて買いましょう早めにお願いします。お願いします。え、これソールドアウトあるんですか？あ、あるみたいだけど。やばいよ。ここまでね、マウスタートしましたってね。マウスいつにしよう、いつにやろう。でかいな。入れなかったので悲しいもんね。最後そんなに言うのちょっと寂しいから、本当にちょっと早めに予約して。大丈夫だよ、みんな今しなくて。ありがとう、ありがとう。諦まったら並ぼう。会いたいよね、本当に。最後に実は衣装もここ2人だけ違うんですよ。みんなにまだ見せたことないやつ、なので。言っちゃダメ、それ。気づいててもなんか多分、まあ、でもうちらが着てるのは見たことないもんね。代々、うん、の、そう、受け継がれてるかもあるんだけど、そう、そんな感じの服とかも着るから本当にね、そんなことだけど、その日だけのラーメンしてるって。ザワってしてた。みんな予約早めにお願いします。お願いします。ありがとうございます。まだ椅子の話を。はい、ということでお越しいただきありがとうございました。それでは以上、カバーガールズでした。バイバーイ。ありがとう。もう一回あるよ。もう一回あるよ。もう一回あるよ。バイバーイユリア。これはね。ラスト、バイバーイユリア。バイバーイユリア。みんないい子だ。ダメじゃん。もう一回あんの？まだ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 飲んでんすよ。ガラランコール行くぞー。アンコール、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 アンコール。曲は何をやるんですか？曲は最近ちょっとパラついたからもう一回やってみます。
に力を合わせて、みんなで本気でやろう。空気を読んで空気を読めよ。いきますか。脳から始まるやつです。いきますよ。ハロハロ、せーの、君風。おいしいな、そのいいショートケーキ。ハロハロ、もう一回やろう。次の曲でどうぞ。はい、すみません、挑戦します。はい、まだまだ楽しいわ。いや違う。
もう一回ある。もう一回。初恋聞きたい人は YouTube で聞いて。すごい。聞きたい曲がたくさんあるの。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて知花ミリカと星野ゆりやの卒業公演が、3月12日日曜日伝えをお送りしたにていつもより30分早い11時半開演となっていますので、早起きだそう間違えないように、そして予約がもうあとね結構来てるから早めに出せないように、お願いします。はい、ということで改めてゆりやちゃんどうですか？楽しかったこれね、3回ぐらいだって2回の話かじゃんね、2回はね、2回の話だったね、ありがとう、ありがとう、もうめっちゃ一生の思い出だわありがとう、はい、はい、はい、それでは以上カバーガールズでした。バイバーイ。バイバイユリユリ。バイバイユリユリ。ありがとう。ありがとう。